たけれたけれたけれ心を殺すことある。今回の動画は女性向け性感マッサージのセドナさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさい。お願いします。めっちゃ方向音痴でも。西本さんは、はい、今はアイドルの事務所の経営してて、アイドルは8月に終わっちゃったんですけど、まあ、アイドルもしてて女優してるっていう感じです。あ、このセクシードレスさん。あ、そうです。はい。今何歳ですか？今21です。21？ はい。21で経営者とかもやって、セクシー嬢さんもやってるってことあって。そうです。え、今は、このアイドル自体一体解散したってことあるんですか？あ、そうです。解散しちゃいました。それ、どのぐらいの活動期間があったんですか？ちょうど1年で解散しちゃいました。なるほどね。はい。今はセクシー嬢さん一本なんですか？あ、そうです。でもアイドルも、ちょっとやる予定です。あ、また、今、なんか、またグループで？あ、そうです。自分でやるかはちょっとお金もかかるんで考え中なんですけど。そうっすね、はい、運営もやるってなると衣装作ったりとか曲作ったりとか全部実費で難しい。実費ですね。実費してるんですか？全部です。セクシードレスだけは何なの？まあ、今月で1年です。あ、でも同時に始めてるんですか？あ、一緒の月に会社の設立と女優デビューしました。ブルーはどこでやってるんですか？ブルーは SOD スターでやら専属でやらせてもらってます。 SOD スターってのは普通のソフトオンデマンドと何か違うんですか？なんか私が今までその憧れてた部類でなんか S1 みたいな、なんかその SOD さんの中で結構ドン大型みたいな感じで打ち出してくれるやつです。あ、それが SOD スターか。はい。へえ、ね、出身はどこか言えるんですか？あ、言えます。千葉です。あ、千葉で。はい。どんな家に生まれた？あと、弟がいて、ママとパパっていう普通の感じの家庭で、お母さんがアイドルしてて。お母さんアイドルだったの？はい。何でやってるとか言えるんですか？おにゃんこクラブってやつで、ちょっとだけ、本当にちょっとだけやってて。へぇ。なんで、まあそういうのの理解はすごいある家族ですね。そうなんですか。お母さん元おにゃんこクラブさんで、お父さんは何してたの？は、会社員、普通のサラリーマンしてます。あ、なるほどね。それで、子供ってどんな感じだったの？キャラクターって言うんですか？あ、キャラクター、あ、でも、小学校の時はめっちゃ元気みたいな、なんかリーダーシップみたいな感じのキャラだったんですけど、もう中学行ってからファースト制の一応上のグループに入ってたけど、同じグループの子にいじめられて、なんか急にクラスでなんか無視みたいな、全員無視みたいになって、そっから3年間は、まあ、ずっと空気みたいにいて過ごしてました。ねえ、あと引っ掛けみたいな、なんか今昔ってあるんですか、この瞬間からみたいな。あ、なんか私色が白いんですけど、なんかそれを友達になんかアイドルの名前サリナなんですけど、サリナって色白いよねって言われて、そんなことないよって言うじゃないですか、女の子って。うん、だけど私なんか正直なんだよ、言っちゃうんで、あ、うんって言っちゃったんですよ。そしたらいじめられました。あ、それだけ？はい、なんかそんなもんです。なるほどね。まあ、その子真っ黒だったんで、なんか多分ひがみ。ああ、そういう、まあ、スポーツがやってるのか分かんないけど、はい、でも一応学校には行くんですか？トムコとか並んで。
あと1週間ぐらいだけ休んでたんですけど、なんか親になんかいじめのことを言ったんですよ、うん、そしたらそんなんじゃ生きていけないから死ねばみたいな感じで言われて、親ママに、そしたらママとの仲がちょっとそこでずっとなっちゃって、で私そこからなんか記憶がなくなっちゃって、ショックで。それはでもお母さんはなんかこう勇気づけるみたいに言わせてるってこと、まあそんなんでなんか弱いなみたいな感じで言ったんだと思います。おお、なるほど。ただお母さんとのそれまでの関係性は友達みたいな感じで。あ、そうです、めっちゃ友達みたいな。私は結構深刻な感じで言ったんですよ、話があるって言って。だけど意外となんか軽くなんか言われて、もう明日から学校行きなみたいな感じで無理やり行かされて、そこは無心で行ってました。そうなんだ、はい、覚えてないんですよ何も。それ以降ちょっとショックすぎて、はい、そのことが。部活はやったんですか？部活は中学は陸上をやってて、まあ、でも陸上やってたのに白かったから言われちゃったんですけど。ああ、なるほどね。で高校からはそのチアダンスがなんか日本一とかで、そこの高校が、なんでチアはやったことなかったんですけど、ダンスは2歳からやってたので、そこでチアダンス始めて感じ、はい、高校からは変わるんですか？さっき言った空気みたいな、ちょっと。あ、変わります。まあ、変わるけどなんか相変わらずやっぱ強敵になるというか。あ、いじめの？いじめだ、いじめというか、なんかぶつかっちゃうんですよね。なんかトラブルが多くて、人と。どういうことでトラブルなんですか？なんか私がやっぱはっきり言っちゃうからじゃないですか。思ったこととか、私最近太ったんだよねってか言われたら確かにとか言っちゃうんですよ。まあでも、なるほどね。え、そんなことないよみたいな言えばいいんですけど。友達関係とかはまあ、いつもうまくいかないんですけど、まあ高校の時は部活に始めたアチアに専念して、個人部門ソロっていうのがあるんですけど、個人部門で3年生の時に優勝、日本一位になって。すごい、日本一のソロの選手ってことですか？へー。これで生きていこうと思って、その卒業した後は大学には無理やり入れさせられたんですけど、親に。けどまあ1ヶ月で辞めて、なんかダンサーとかダンス講師をずっとやってました。ほんとだろ。島次郎のツアーのダンサーやったりとか、あとガキツカのダンサーしたりとかやってました。なるほどね。送ってくれたなんかメールとかに書いてあるやつですけど、容姿のことで2年間いじめにあって、うつ病発症みたいな。あ、そうですね、なんかその、そう、色が白いってやつとか。うつ病ってのはその具合というか。ああ、今は全然。ああ、当時は。当時はもうめっちゃ大変でした。うつ以外にもいろんな合併症みたいな感じになっちゃって、例えば質感上昇っていうやつとか、あんまり知られてないんですけど。それはどんな状況だったの？質感上昇は、まあ、それは今でも症状あって、意見は言えるんですよ。そういうだけど、思っていること、自分の内面の気持ちのことを人に伝えられないっていう、声が出なくていいんですよ。だから、起業してからも、アイドルグループ作ってからも結構問題になった点で、メンバーになんか私のことどう思ってるのみたいなこと聞かれても、いや、まあ、頑張ってると思うよみたいな感じになっちゃうんですよ。なんか結構周りにその思ったこと言ってくれないよねみたいな、なんかその内面で私感じてることは言わないよねみたいな、言われることが多くて、私も言いたいんだけどなみたいな、 LINE では言えるけど言葉で直接面と向かって言えないなと思って、いろいろ調べてたら、まあ、質感上昇っていうのを知って、まあ、全く当てはまったんで、で病院行って聞いたら、なんかいろいろ診察してもらって、まあ、うつからのなんか合併症でなっちゃったみたいな。うつってことはもう病院からも言われてる。あ、そうです、その時は病院も通ってました、うつの時は。なんかこういう感じで10年間あ彼氏と今までいませんから、その彼氏がどの頃も関係してくるんですか？あ、いや、なんかそれは単純にいないだけかなって思います。あ、はい。10年間彼氏でってことはもう小学校の時に彼氏いたんですか？はい。どんな付き合いなんですか？純粋な。あ、純粋な。後半はちょっと純粋じゃなかったかもしれないですけど、割とまあ、全体的には純粋でした。後半は純粋じゃないってどういうこと？なんかもう結構、大人なことしてました、小学校で。へぇー。はい。これ小学校でもう少女じゃないんですか？少女じゃないのは、中学生の時。それ彼氏じゃないですか？彼氏じゃないんです。いないから、その時はもう。逆に、でも大人ですね。
彼氏じゃない人で、ね、そうですかね、その時いなかったんで、もう彼氏が多分逆にダラッと、まあ、なんか違うクラスのあんまり仲良くない、そんなに喋ったことない友達、同級生、あ、そうです。どういうシチュエーションですか、私の実家にママとパパが買い物に行っちゃって、うん、で行ってる間、まあ、その時間長くないですけど暇なんで友達呼んでして返しました、すごいですよ、そんなのテキパキ、そうテキパキやって終わりました、その賞味 2,3 時間の間に呼んで、そうですね、はい、して返してみたいな、2人きり遊ぶような友達だったんですか、いやないですね、2人きりで遊んだこと、でその時は初めてですか、はい、その2人で会うときは、そうですね、多分初めてだったと思います。それどういうつもりで呼んでるんですか、やろうと思って、うん、やろうと思ってました、へえ。なんで、早く少女を卒業したとかそういうことですか、いや、まあ、そういうのはなかったんですけど、なんか興味本位で、あ、やってみたいなってのはずっとあったんですか、はい、興味本位でやります。中1、中2、中2だったかな、多分、はい、それから10年彼氏がいないっていうのは基本は、じゃあそういうワンナイト的なことが多いですか、まあ、結構多かったんですけど、学生の時とか、うん、今本当になさすぎて、なるほど、性的なものにはあって昔から結構興味がある、興味ありました、めちゃめちゃ、へえ。中学校2年生の時からなんかパソコンにボカロにハマってて、チャットとかを2年生でやってました、ずっと、へえ。ここでそのセックスの何だみたいなことを詳しくチャットとかで教えてもらうんですか、あ、そうですパパのパソコンなんですけど、多分パパも読んでた、へえ、なるほどね、はい、そう、それにどんどん知識あるから、小6とかで彼氏とかできたらそういうことにも、自分が誘うと思う、あ、そうです、多分自分で誘ってたと思います、めっちゃ、はあ、手の奔放の感じは継続してるんですか、あ、高校の時はもう継続でした、そういうのもまた同じく付き合わず、あ、そうです、その時高校は女子校だったので、余計にその学校内でとかはなかったんで、ほうほう、どういう人が相手なんですか、私、まあ、年上が良くて、セフレみたいなのはいたんですか、あ、いました、それどこのどういう人、いやでも多分特定でいなくて、もう一回したら、しかももともと興味ない人なんで、そんなに一回したらもう余計に興味がゼロになっちゃって、一回限りで終わっちゃった、あ、それ高校生だった、それでも社会人とか、あ、もう全然、多分30代、30後半とか、高校生が35までどうやって出会うんですか、なんかアプリとかでやったと思います、出会い系とか、まあ普通にナンパとか、自分がナンパされてる、はい、彼氏欲しいなみたいな気持ちはないんですか、その時は、多分高校の時は一番遊んでたかもしれないんですけど、高校時代ぐらいにそういうものと猛獣モードというかそうですね、はい、誰彼構わずじゃないですか、うん、もう一回切りみたいな、はい、どうかな、そうですね、その時は、まあ、部活結構集中してたんで、あんまり彼氏特定の人はいらないかなって思ったんです、もうそっか、それが全国1位に結ばれちゃったそうですすごいな、それで、大学は1ヶ月で辞めたんですか、はい、1ヶ月で辞めました、ね、親とかなんてどんな感じだったの、まあ、お金めっちゃ高い、私立だったんで、うんうん、めっちゃ高いお金払ったのにみたいな、それで何で始めるんですか、それで、あとダンサーの仕事を始めました、はい、ダンサーどんぐらい続けるんですか、ダンサーは、女優始めるまで、だから去年まで全然やってました、そうなの、はい、自分で教室持ってチアをなんか大会出たいみたいな、ソロで大会優勝したいみたいな子の個人レッスンとかしたりとか、あ、まあ、2歳から、まあ、大学生ぐらいまでは教えてました、なるほどね、一人暮らしはいつから始めるんですか、あ、一人暮らしは大学の入った時ですね、18、19とかに始めて、まあ、その時もちょっと一瞬病んでたので、うつって絶対その前のことを思い出してまた病んじゃうみたいなのがあるんですよ、まあ、それで特に何もないのに病んじゃう時期がその時あって、そうそうそう、お母さんに言われたいじめのことを思い出したとか、なんかその感情症とかで、まあ、今もその表情があったりとかするんで、うん、それでちょっと失敗しちゃった時とか、うん、人に気持ち伝えられなくて人間関係うまくいかなかったとかで、あの時鬱になってなければなみたいなとか、人
人暮らし始めたきっかけがその時。なんか死のうと思ってて、うん、なんか、でも実家で死んだらちょっと、実家、せっかくいいお家だから、なんか、事故現場みたいになっちゃうのやばいなって思って、うん、で、一人暮らししたんですけど、まあ、まあ、未遂みたいな感じで終わっちゃって。うん、何で死のうとしたの？あ、首吊りかな、みたいな。未遂ってどこまでするんですか？縄を買ってくるとかじゃなくて。あ、もう準備してて、そう、準備してた時にちょうど昼間に親が遊びに来てて、掃除勝手にされちゃって何これみたいな、だったりとか。で、あ、もう無理だと思って、するのを諦めました。お母さんにその縄とか発見されちゃったって？あ、そうです、そうです。どんな反応だったんですか？なんか、ふざけんなみたいな感じでした。ああ、そう、強気な感じでね。はい、あ、それでじゃあもうやめとくかっていう。あ、そうですね。よかったですよ、お母さん見つけたら。まあ確かに、ね。今全くそういうのしようって思わないんで、あの時だけだったんで。なるほどね。AV 女優さんとアイドルをどっち先始めるんですか？同時です。同時？それどういうことなんですか？はい、だって会社を設立しようって思ったのが、まあ、もともとアイドルは作りたかったんですよ、アイドルが好きだったから。うんうん、どんなアイドルですか？え、もう全体的に、AKB から入ったんですけど、初めは。でも、全体的に、すごい、地下アイドルさんとかも好きで、で、地下アイドル作りたいなーって思って、そしたらお金がないってなって、まあ、エロいことは多分得意なんで、AV やろうかなーって思って、まあ、適当に受けた面接。で、結構、まあ、専属なれるよ、みたいな感じになって、キャラもちゃんともらえるってことだったんで、あ、じゃあそのお金使ってアイドルグループ作ろうと思ってやりました。セクシー女優で稼いだ金を元手に自分で自己プロデュースアイドル作る。はい、もう全部投資してすごいっすね。じゃあお金は全額会社に、自分の会作った会社に入れてて、そのうちの10万円だけ私に、あの役員報酬として10万円だけ振り込んで、その10万円で生活をしてます、ずっと。アイドルはじゃあ募集するって？あ、初めのそのメンバーは、じゃあ私の知り合いとか、友達か周りで探して、やりたい子で一緒にやりました。うん、何人組だったの？5人でした、初めは。初めはね。5人組運営するのに、ひと月どんだけかかるんですか？いやー、でも初期費用がやっぱり、楽曲、一番初めに曲全部作らなきゃいけないんじゃないですか。6曲とか。うん、そしたら、まあ、一曲十何万とか20万とかかかったら、その分かかって、またさらに自分たちの声を入れてレコーディングしなきゃいけないじゃないですか。入れて、衣装作って、チェキとかの機械買ったりとか、そういう備品系のものとか。チェキ投資でどんぐらいかかる？ 100 万か200万か。ああ、もう全然そんなんじゃないです。300からぐらいですかね。結構かかります。特に自分のデビュー作分のギャラとかを。ああ、もう全部。出ました。はぁなんで八百屋さんでずっとバイトはしてて。え、そのセクシー上やればも八百屋でもバイトしてるってこと？あ、そうです。はぁ、まあ、月10万で生活するって結構、まあ贅沢はできないんで、まあバイトで働いたお金では好きに使っていいみたいなしてます。それってじゃあめっちゃ忙しいんですか？いや、そんなことないんですよ。休みはある？あ、はい、あります。そうか、セクシー女優の仕事は反対ものだから、そんなに撮影が頻繁に月1日しかやってないです。あ、月に1本契約？はい。あ、なるほど。月1本で月額分から入ってくる。はい。あ、なるほどね。それ以外で八百屋とアイドルやってるんです。はい。だから別にこういう数は増えないのか？増えないんです。稼ぎたいってなったら企画団体っていうのになって、あ、まあ自分で営業して、なるほど、いろんなメーカーさんと契約結んで、この月は何本、この月は何本みたいな変動がある感じです。あー、そっか。そうすると、まあ、本当はセクシー女優やりたくないし、アイドルがやりたいです。そうです、アイドルがやりたいです。デート月1ぐらいでやっといてみたいなことがいいのかなと。そうですね、今あのやり方が一番アイドルには時間割けるかなっていう。あー、そうですね、はい、なんてグループだったんですか？ワンスアチャンスっていうグループで、はい、やってて。最初のライブはどこでやるんですか？は、秋葉原でやりました。お、それ100箇所が集まるんですか？は、対バンライブって言って、他のアイドルさんも出るライブに
出させてもらったので、うん、他のお宅の方とかに見つけてもらって徐々にファンがついてっていう感じです。1年で辞めてるってことはどっかのタイミングでこう歪みが出てくるんだ。あ、もうそうですね。なんかやっぱメンバーとの関係とかがちょっと良くなくなっちゃったりとかして、うん、まあみんなから一斉に辞めるって言われて解散になっちゃいました。あ、一人全員、はい、残りの4人から辞めたいって言われて、デビューその時は3人ですね。はい、1人辞めて4人だった時は、はい、あの初めのそのデビューの2日前になんかメンバー1人飛んじゃったんですよ。飛んで AV 女優になったんですよ、その子。飛んじゃったんで、まあ、そこでレコーディングした曲とかも全部パーになっちゃってまたやり直してっていうので、まあ、初期費用はめっちゃかかりました。そっか、これ5人分入っちゃったし、5人分入っちゃったし、振り付けとかも5人分だったんで、変えて5人用に、はい、もう多分普通の初期費用よりは倍ぐらいかかってるのかなっていう。それでも4人でもやってたけど、4人でどんぐらい活動して、そのみんながやめたいって言い出したんですか？5月とかですね、今年の。原因は何なんですか？そんなにやりたくなかったの？いや、アイドルはやりたかったんですけど、なんか行き違いですよね。なんかすごい私が意見、その思ってること、みんなのこと本当に大事に思ってるよみたいなことも普段から言えなかったし、社長って本当に私たちのこと好きなのかなみたいな。社長って呼ばれてるんですか？あ、そう、社長って呼ばれてて、メンバーだけど社長なんで、そうそう、社長って呼ばれたりとか。まあでもやっぱり社長やりながらプロデューサーしてメンバーって、他のメンバーからしたら、え、社長として接すればいいのみたいな。あ、なるほどね。メンバーとして話しかければいいみたいな、結構困ってたと思います。すごい、なるほどね。上司っぽい立場でもあるし。そうなんです。でもステージの上ではメンバーだし。そうです。だから私は別にその一線を置くのは良かったんですよ。あの他のメンバー同士との関係とは違うなって思ったんで一線は置いてたんですけども、まあ、それはメンバー的には嫌われてるかもって思っちゃったりとか。それでもラストライブとかするんですか？あ、しました。あ、なるほどね。はい。それどのぐらいのお客さんの前で歌ったんですか？は、5、60人でしたかね。うん、はい。それも秋葉原で箱借りてやりました。はい。チアダンスの保護者にバレ、講師の首を、仕事首になるって、講師の仕事も AV やりたかったんですか？そうですね。まだ、やめようとは思ってたんですけど、やっぱ子供たちにバレたら悪影響なんで、親御さんとか。なんで、まあ、やめようと思ってたんですけど、その前に結構 AV やりますみたいな、MV みたいなやつが出ちゃって、うんうん、でそれが親御さんにバレちゃって、あ、で、どういうことだみたいな感じで押しかけられちゃって、うん、まあ、フェードアウトして消えていきました。はい、何かしらで目についちゃいますもんね。そうですね。何かしら誰かしらというか、はい、やっぱでも先生って憧れじゃないですか、保護者とか、なんか生徒からしたら、うんうん、先生みたいになりたいみたいななるんで、ネットとか私も TikTok 子供たち見るじゃないですか、うん、TikTok 結構やってるんで見て、普段から見てくれてたりしたんで、まあ、そこからいろいろ調べて子供たちも、でコロナのも出てる先生とか言ったら親みたいなのエグいじゃんみたいな。そうなんです。だからじゃあ早くいなくなろうと思ってさあ。なるほどね。はい。本来はだからアイドルがやりたいんですよね。そうです。アイドルやるために自分の、まあ、得じゃないけど、うん、そのエロとかが得意なんでそこを活かしてやったって感じですね。そうそう。なんかこの書いてるのは消極性障害になるみたいな。あ、それがうつです。あの、やめたことがショックだったと思った、みんなは。あ、もうそれはめっちゃ、その時はめっちゃ落ち込みました。あ、そうか。はい。私、ちょうどその、MV、新曲を出したタイミングだったんですよ。で、新曲の振り入れをするよって言った日に、話があるって言われて、まあ、それも結構ファンになっちゃったりとかしたんで、でその新曲とかもみんながやりたいって言って、じゃあやろうって言って決まったやつだったので、結構急展開しちゃって、私も追いつかなくて。ですね。まあでももっと一緒に頑張りたかったなとか、もっと自分の思ってることをみんなに伝えてあげればよかったなっていう後悔はめっちゃあります。うん、で今会社はあるんですか？会社はもう無理ですね。畳むっていう感じで。畳むってことですか？はい。なんでまあアイドルグループはこれからもちょっとお金貯めてやりたいなと思ってるんで、公開できなかった楽曲もすごいいっぱいあるんですよ。
4曲ぐらいあって、ほうほうほう、で公開できなくてもうお蔵入りみたいな、お金を払って作ったけどお蔵入りになっちゃった楽曲もいっぱいあるんで、トータルどのぐらい赤字になっちゃったんですか？あ、もう今まで AV で稼いだお金はほぼないです。あ、そうなの？はい。西本さんどうやって暮らしてるんですか？それで八百屋です。八百屋？はい。一人暮らしはしてるんですか？一人暮らししてます。その事務所を場所としても借りてるので、ここに住んでました。今は？今もそこに住んでます。でも金額的に事務所で経費として借りてたので引っ越さなきゃいけないっていう感じです。今物件探してます。なるほど、はい。アイドルはオーディション受けるとかは？あ、今受けてて、で24社受けて落ちました。24社。そうなんだ。はい、やっぱ AV やってるっていうので、清純派みたいなところは絶対にも NG みたいな感じだったんで。うんうんうん、え、これまでは、自分で立ち上げるまではどこも受けてないんですか？あ、キスビーというところに所属してました。それは、それ地下アイドルなんですか？あ、もう地下なんですけど、結構人気あるグループで、もう8年ぐらいになりますし、結成して、グループは。ちょっと老舗の地下アイドル。あ、そうです、そうです。結構、タワレコとかでも、イベントやったりとか、そういう CD 出してとか。私が一番憧れてた人がいて、その人を追いかけてそのグループに入ったんですよ。そしたら、まあ、その子が、まあ、亡くなっちゃって、いろいろあって、亡くなっちゃって。で、それでショックを受けて、私ももうそこを辞めちゃいました。で、もうアイドルやらないってなって、1年間ぐらい間が空いたんですけど、やっぱりやりたいなって思って、まあ、いい環境でやりたいなって思って自分で作ります。だからアイドルのために AV やったけど、自分で自分の首を絞めちゃったなっていうのはあります、AV で。なるほどね。オーディション活動しててもよかったなっていう思いもあるんですか？あ、でもそしたら、自分でアイドルグループ作ることもできなかったので、AV やんなかった。だからまあそれは後悔はしてないです。なるほどね。アイドルやりたいっていう気持ちは、お母さんの影響もあるかなと思うんですけど、でもあんまりそこは。あ、アイドル始めてから知ったんですよ。親がしてたこと。あ、そうなの？はい。ママもやってよって言われて、みたいな。私だから影響は多分受けてないですね、全然。お母さん、主婦だった頃アイドル見るのは見てたんですか、家で？ちょっと子供が好きだから一緒に見てみたいな。あ、そうです。私が好きだったんで、家でテレビがついてたぐらいで。しかも世代じゃないから、おにゃんこクラブってのはでもあんまり。わかんなかったです。調べて、あ、そういうグループがあったんだ、みたいな。ちょっと AKB の前身みたいなのが、はい、秋元さんも作ってたんだ、みたいな。うん、で、ママとパパが結婚したのも、お見合い番組で出会って結婚しちゃったんですよ。で、出会って本当に結婚しちゃったみたいな。それで生まれた子供なんですね。はい。ノリで生まれたみたいな。ノリじゃないと思うんですよ。じゃあ私、君に付き合ったと思うんですけど。いや、そうですけど、なんか、トントン拍子にこう、行ったっぽくて。お母さんとお父さんは、セクシー女優の活動に関してはなんか言ってるんですか？どう思ってるか。あー、初め隠そうかなとも思ったんですけど、初めデビュー作が沖縄だったんで、うん、沖縄急に行くっておかしいなと思って、はい、その時に親に、セクシー女優やるわって言いました。それはどんな受け止め方だったんですか？びっくりはしてましたよ。なんか、みたいな、アイドルじゃないのみたいな、うん、先生もやめちゃうの、うん、だけど、もう決めたことだからって言って、うん、まあ、数日間は、本当にやるの本当にやるのってずっと聞かれたんですけど、まあ、最終的にはまあやりたいことをやって後悔しないでねみたいな感じで、ちゃんと応援してくれてます。私今でもその AV 女優ってことを言ってるのに TikTok も一緒に出てくれてるんですよ。パパもママも顔出ししてるんですよ。なるほどね、はい、めっちゃ協力的なんですね。めちゃめちゃ協力的です。初めての撮影とかは緊張しますか？あ、大丈夫でした。全然緊張しなかったです。そうなんだ。はい、思うが座ってるんですね。いやー、なんか今度は始まっちゃったら全然大丈夫でした。はい、なんかその準備期間の方がそわそわしちゃいます。早く、早く撮ってくれって感じでした。はい。ちょっと緊張ってこと？あ、なんかその、始まるまでが緊張するタイプなんですよ。ああ、なるほど。そのやってる最中とかも何も緊張しないんですけど。ちなみに、なんで応募しようと思って来てくれたんですか？なんか出てくれたと思ったんですか？ああ、なんか、言ってない部分結構多くて、そういう。アイドルグループが終わっちゃったのとかも、なんで終わっちゃったのかとか言わなかったんですよ。うんうんうん、別にそのみんなが辞めるって言ってきっかけでそうなったけど、さやなが勝手に畳んだんじゃないのみたいな言われたりとかあったんで、まあそんな詳しくは別に話さないですけど、
まあ、こういうことがあったんだよみたいなことを伝えられたらなと思ったし、まあ、AV 女優で知ってくれる方が多いんで、一番は私のこと、アイドルは空手までやってるんじゃないのとか、SOD からお金をもらってアイドル事務所を作ったんじゃないのって言われてるんですよ。自分のお金で全部やってるけど、まあ、ネタとして面白いから SOD が仕組んだやつじゃないのか、全部だから1年で終わったしみたいな、って言われてるのが、うん、気に食わないんで。なるほどね、はい、本当の事情はカツカツの生活をしてるってことなんですね。そうです、そうなんですけど、なんか結構遊んでんじゃないのとか、SOD から全部お金もらってアイドル事務所やってるんでしょとか、なるほどね、そんなことないからみたいな言っても、なんかやっぱ信じてもらえないし、片手間で普通に女優やってるけどアイドルもやってるよっていう、なんかキャッチコピーみたいなのが欲しくてやってるんでしょみたいな言われるんで、私はアイドルに本当に人生かけてセクシー女優までしたんで、そこが違うよってことを知ってもらいたいなって。どんな風になってきたんですか、どういうアイドルになりたいってあるんですか。あ、まあでもセクシー女優の西本って知られるのも、もうトップに行くのもそうなんですけど、セクシー女優ってだけじゃなくて、アイドルの春さりなとも覚え、なんか両方で、なんか認知されるようになりたいなって。あ、それぞれ名前が違うんですか。あ、そうなんです。あ、2個の名前で活動してて。ちょっとそれも逆に統一してはややこしいんですか。統一してもよかったんですけど、まあそれこそ一番初めの、グループ作った時、私が自分で作った時に、そのメンバーの AV への偏見がすごくて、それが結構、まあ、いろいろきっかけになっちゃったりしたんですけど。どんなこと言われるんですか。ツイッターを分けてるんですけど、西本のその AV の方のツイートをリツイートしたりとか、アイドルの方で、がアイドルの方で西本の現場で撮った写真を載せたりとかを、まあ、メンバーに嫌だって言われちゃいました。写真も完璧に分けてほしい、もう別人格としてはやるっていうのも私も言っちゃったので、あ、混合、はい、混合させないでほしいってことを言われて何度か注意は受けました。自分で金払ってるのに。そうなんです、自分で金払ってるけど、なんかこれが嫌だとか言われて、まあ、尊重しないとね、メンバー、みんなメンバーも嫌だから言ってるんだし、言うこと聞こうと思って聞いてたんですけど、まあみんな的にも我慢の限界が来たっぽくて。何が我慢の限界だったんですか。だから AV 女優がいるグループだよねって言われたりとかが嫌だったんじゃないかな。あ、それでもずっと引っかかっちゃって。そうですね、初めからやっぱ初めに引っかかってたことって、偏見なくすのって結構難しいじゃないですか。だからそれをちょっとずつでも私はなくしていきたいなって思ったんですけど、オタクとかは全然偏見なく応援してくれる人とかも増えたんですけど、まあ、結局メンバー、一番近いメンバーが納得してくれなかった部分が大きかったです。それじゃあ遅から早から解散というか続けられないんですよね。そうですね、だからこのタイミングで良かったんじゃないかなって。どっちもずっと続けたいんですか。ずっと続けたいです。あ、そうか、エロも好きだからやってるわけですもんね。はい、だからまあアイドルは、まあ、30代まで続ける宣言ずっとしてて、まあオタクとかからはなんか、まあ、私の推してる人じゃない人たちからは、はい、無理でしょうみたいな感じでめっちゃ言われてるんですけど、まあ言っとけって感じです。もうちょっと AKB で柏木由紀さんまだやってますもんね。はい、そうですよ、本当にあんなに大変な環境でやられてる方もいるんで、モクロだってまだやってますもんね。そうですよ、本当に。セクシー女優は何かあるんですか。あの切れ目というか、あのなんとなくここまではやっておきたいなとか、逆にこれぐらいでやめたいなとかあるんですか。それもない。あー、ありますね。なんか私この前あのヒカルさん、YouTuber のヒカルさんの YouTube 出させてもらったんですけど、その時になんか5人ぐらい女優さんがいて、私にお前だけ知らんって言われたんですよ。それがすごいショックで、女優の中でもなんかズバ抜けてる人っているじゃないですか。深田恵美さんとか三上美和さんとか、女の子でも知ってる女優さんとか、誰が聞いても名前聞いたらすぐ分かる人になりたいなって思います。そうですね、やめてね。そうなの、やめてから女優さんになる方結構いっぱいいるんですけど、同時進行の人ってこの業界でまだ初なので。ああ、それは面白いですね。確かに、はい、二旗ね、両方で上げたらすごいっすよ。はい、面白い、唯一無二っすね。
うん、パスタ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ちゃんと作ったら送りますんで、はい、はい、ぜひありがとうございました、はい